手にお願いします。お疲れ様でした。坂さんは、みんなの隊長です。それは、これからも変わることがないと思います。本当に監督として戻ってきてほしいとここにいるみんなが思っていると思います。これからも、ジェフのみんなと仲良くしてください。本当にお疲れ様でした。岸田選手、どうもありがとうございました。続きまして、坂本選手の奥様から花束の贈呈です。どうもありがとうございました。奥様からの花束贈呈はこれはサプライズでした。さあ、それでは、この後ピッチ上では全選手が参加して記念撮影を行いたいと思います。選手の皆さんはぜひ一の方についてください。よろしくお願いします。